皆様大変長らくお待たせいたしました。黄金シャチ伝説グランスピアショー始まります。日本モンキーパークにようこそ。ここでご来園中のお客様に素敵なお知らせがあります。春からきらめきアスレチックダヴィンチピッチがオープンしました。20種類の楽しいアスレチックがなんと1人500円で乗り放題。みんなお父さんやお母さんと一緒に遊びに来てくださいね。そしてこの日本モンキーパークにはたくさんの乗り物、たくさんの食べ物、そしてたくさんのお猿さんがいます。今日一日思いっきり楽しんでいてくださいね。そしてこれからのお時間はグランスピアと思いっきり楽しんでいきましょう。ところでみんなは黄金シャチ伝説グランスピアセカンドシーズンはもう見てくれましたか？見たよ。ではみんなはグランスピアの中で誰が一番好きかな？あ、カエルちゃん？タイガくん？好きだわー。わー、みんな好きなキャラクターを決めて来てくれたんだね。ではそんな大好きなグランスピアたちを呼びたいんだけど、その前にお姉さんと大事なお約束があります。子が立ってしまうと後ろの子が見えなくなってしまいます。なので立ち上がらないでください。今みたいにかっこよく座ったまま見ていてくださいね。そして今日はたくさんのお友達に来ていただいております。ですので空いてる場所があったらちょっと一歩詰めてみんなで、いいところで見えるようにしていきましょう。ご協力よろしくお願いします。ではそのお姉さんとのお約束守れる人？わー、ありがとう。最後までしっかり守っていきましょうね。それではお約束が守れる良い子にはお姉さんから素敵なお知らせが2つあります。グランスピアのショーが終わった後にグランスピアたちともっと仲良くなれちゃう握手会を開催したいと思います。そして2つ目は向かって右側のあの青いテント、あそこではボールペンやハンカチやラーメン、そんなかっこいいグランスピアのグッズがたくさん売っています。ショーの後もいろんなところで楽しんでいってくださいね。では皆さんお待たせいたしました。グランスピアを呼びたいと思うんだけど、大きな声の準備は大丈夫かな？お、大きな声聞こえてきた。大丈夫みたいだね。ではお姉さんがせーのって言ったら大きな声でグランスピアーって呼んでくださいね。いくよ。せーの、黄金シャチ伝説グランスピアショー始まります人のショートコント。ユージ。わーいわーい。パパ、ママ、今日は楽しい遊園地だね。そうだぞ。何でも好きな乗り物に乗せてやるぞ。アブラナちゃん、絶叫コースターとかはダメよ。はーい。じゃあね。あれに乗りたい。ん？あれってどれだ？ちゃんと言わなきゃわかんないわよ。これこれ。はい。雲の乗り物。それはパパでしょ。いい加減にしよう。はい、鳥屋さん、サンカジー、拍手拍手。やったやった。イエーイ。ちょっと怪人が4人もいるのになんで鳥屋さんサンカジーなのよ。誰を1人抜かしてるのよ。
か。そんなことより油揚げ、あんが黒シャチに寝返ったりそう。ん、ま、何の話だ。どうなってんのよ。昨日放送を見てくれた子たちは分かってると思うけど、あんたどういうつもりよ。いや、ちょっと待って。この何よ。あのな、あの放送を見てくれた人は分かってると思うが、うん、私がいたおかげで楓とお父さんの傷ついた状態な、うん、病院に送ったのは私なんだぞ。私がいなかったらあの二人どうなっていたか分からないだろ。まあね、確かにそうね。そうね。まあ、なんで私が黒シャチの方にいるかは最終回を見てから判断してくれ。ということで今日はな、その話には一切触れないでくれ。そうね、まあそこはお楽しみとして。ちょっとあんた、何を。どういうことよ。ちょっとどういうことって、どういうことよ。ツッコミはね、私の役なのよ。いや、コノハさんなんかより私がやった方が面白いかなって思って。そんなことない。ちょっと一回私の代役しただけで調子に乗ってんじゃないわよ。まあ、青葉ちゃんだって一生懸命頑張ってるんだから。うるさいわね。あんたはどっちの味方よ。それは青葉だよな。あ、ほらね、俺も青葉ちゃんかな。優しいし、怒らないし。じゃあ、ドメドメたちは。ドメドメいい子ね。もういい。私も新しいユニット作るから。あんたがユニット、ユニットを作るんですか。なんだそのユニットっていうの。どういうことよ。コノハ48。いいよ、48に連れてくる。もっと笑いなさい。ここもっと笑うところなのよ。コノハ声が小さいじゃないとか。あ、そうだ、聞こえなかったのかな。コノハ48を作るのよ。ちょっとあんたたちより可愛い子連れてくるから待ってなさい。とびっきり可愛い子連れてくるんだからね。お、楽しみだな。コノハ48ってどういうことよ。あんた、ちょっとこっち来なさい。どうよ、どう、新しい仲間よ、可愛いでしょ。でもよく見たらただのおじさんね。やり直し。まあ、怪人っぽくはあったけどな。そうね、じゃあもっととびきり可愛い子を連れてきてあげるわ。もう少し待ってなさい。ちょっとあんたたちよ。あんたも来るのよ。ダメダメ、ほらこっちよ。帰っちゃダメよ。あ、こっちよ。あの人たち、こっち真ん中に行くのよ。こっちよ。じゃあ自己紹介してあげる。行くわよ。こんにちは、僕はモンキーパークのモンパくんです。コノハさんが大好きです。え、なんだよ。いい子ね。こんにちは、私はモンキーパークのモンピーちゃんです。コノハさんに憧れています。とってもセクシーですね。ママめかしやってるよね。どうよ、お前今コノハ自分で喋っただろ。喋ってない。人手が足りてないんじゃない。本当か。ちょっとどうなってんのよ。こうなったら私たちの方が可愛いってことを勝負で決めるわよ。ええ。ちょっと無理やり感あるかしら。まあいいわ、勝負よ。コノハさん大人げない。うるさいわね。お前たち言い争いをするのもそこまでだ。なんかん。お前たちは愛を。ってなんだ、なんだこの状況は。やだグラン、久しぶり。以前イベントでコノハの代わりを務めた青葉さんじゃないですか。そうです、今日も来ちゃいました。何よこの感じ。私とそいつどっちがいいのよ。そんなのどちらも大切に決まってるだろ。グランったら、お前かなり優柔不断だぞ。そんなことより、一体これはどういう状況なんだ。はい、私から説明します。なんかさっき
に私と月ノ輪と油揚げでショートコントやってたの。そしたらいきなりコノハさんが私を仲間外れにするなんてどういうことって怒り出して、私別に何も悪くしてないのに、悪いことしてないのに私が悪いみたいな風にして、どうなの、だってコノハさんが入ってこられなかったのが悪いって思わない、なのに私のせいみたいにしてさ、割り込んだのはあんたでしょ。で、新生トリオザ三怪人を作る、いや、このハー48だったらしい、忘れちゃダメよこのハー48を作るって言って、このモンティパークのキャラクターのモンパ君とモンティちゃんを連れて新しいユニットを作ったみたいなの。そんな感じだよ。なるほど、それでお前たちは仲間割れをしているのか今回は女の勝負なんだからあんたは入ってっちゃダメよ。わかった、ただしここは平和的にゲームで対決するというのはどうだ。実はちょうどいいところにサイコロを2つ用意してあるんだ。お姉さん、サイコロ、ちょうどよすぎるな。今からこのトリオザ三怪人チームと、なんだっけ、コノハ48、コノハ48、これは覚えてちゃんと、ね、センターは私覚えてね。わかった、まあここの2つのチームに分かれて会場の子供たちと一緒に勝負をするというのはどうだ。なるほど、今からここにいる人間たちを2人ずつ各チームの仲間に入れて、で一緒にサイコロを振ってもらうと、で出た目の大きい方の勝ちってことだよね、グラン。そういうことだ。コノハさんとは頭の出来が違うんです。うるさいわね、ちょっと黙ってなさいよおはほほほじゃない、いいわ、勝負してあげる。よし、それでは準備開始だ。ではお姉さん仕切ってくれよ。ありがとうお姉さん、はい暑さでぼーっとしちゃダメだ、はい大丈夫です。ではもう一度お姉さんからルールの説明をさせていただきます。今からトリオザ怪人三怪人チームと、間違えないでしょ、大丈夫、重要なところよ。この花48、よくできたわね、ありがとうございますが、会場のお友達2人ずつを仲間にしてサイコロで対決します。交互にサイコロを投げて出た目の大きい方が勝ちとなります。うん、では三怪人チーム、この花48チーム、仲間じゃあまずはアンガスの方から手を挙げてもらって、ありがとう。じゃあアーバのチームに入りたいお友達手を挙げなさい。あんまり挙げちゃダメよ、みんな私がクビになるからそれじゃあダメよ。そうね、じゃあ黄色の帽子の男の子前に来なさい、おいで、お母さんと一緒でもいいわよ、一人で来られるかな、お靴は履いてるわね。あともう一人募集してるわよ。あ、じゃあドベドベ、その女の子連れてきてちょうだい。ありがとう、じゃあこちらにどうぞ。よいしょ、バンク、一緒についておいてもらって、よかったね。じゃあここで待ってるのよ。じゃあ次、私たちこの花48に入りたいお友達手を挙げて。よかった、もらうくらいなことにするわ、ありがとう。結構人気があるな、結構人気だもん。僕何手挙げてんのよ。あなたたちはアーバーのチームよ。あの靴だけ履いてもらってもいいかしら、とっても暑いからね、やけどしちゃうわよ、ゆっくりね。ちょっとそこのゆるキャラ、あのサポートしてあげて、このはちゃんよ。じゃああとはもう一人女の子を選ばせてもらおうかしら。女の子でこのはが48に入りたいお友達手を挙げて。はーい、ブラスピアの T シャツ着てるあなた、そしてすごいわよ、ちょっとこれも持って、これも持ってくるのよ。はい、ちょっと靴履いて、大丈夫かしら、そこをくぐって真ん中にね、あ、これはいいの、私が持ってるわね。はい、じゃあ真ん中に来てもらっていいかしら。ありがとう、よし、よし、それでそれでできたみたいだな、暑いからね。ではまずトリオザ怪人チームのお友達から自己紹介、アオバ聞いてもらってもいいですか。はい、じゃあお名前はミュウちゃん、ミュウちゃんに拍手。ミュウちゃんは今日はどこから、誰と来ましたか。お母さんと来た、パパと、パパとママと来たのね。
モンキーパーク楽しんでちょうだい。じゃあ次はお隣の僕、お名前は？ゆうじくんかな。ゆうきくん、ゆうじくん、じゃあゆうちゃんって呼んでもいいかな。なれなれしいわね。うるさいわね、黙ってなさい。それで親近感を増してるんだな。そう、私の仲間をどんどん増やしたいのよ。じゃあゆうちゃん、ゆうちゃん今日は来てくれてありがとう。ゆうちゃんに拍手。拍手。したたかな女ね。じゃあ今度あんたたちのチームにインタビューしなさいよ。じゃあ隣のところから聞いていくかしら。お名前は？元気な尾崎千里くん。ちょっと狭い。尾崎ちょっと狭い千里くん、かっこいい名前ね。やってんのよ。ありがとう。フランスピアのキャラクターの。ちょっとお前ら、コノハの進行聞いてやれ。フランスピアなの？まあいいわ。2番目はコノハよね。あー、いい子ね。できる人間よ。期待できるわ、これは。じゃあ次、女の子ね。お名前は？吉田舞ちゃん。元気ね。これは？あ、すごいわね。また、他の子だ。これ、他の子だな。そうよ、自分で作ったの？あ、ママが作ってくれたの？すごい。できるね。すごいな、私は。あんたにも期待してるからね。さすが。よし。では、両チームとも、はい、準備万端のようなので。では、まずサイコロ。どうぞ。じゃあ、まず、とりあえず三回人チームから、ね、みゆちゃんからさ、こちらのサイコロどうぞ。あ、じゃあ同時に。この大きさは何か関係があるのか。あ、いや、関係ですか？ないです。じゃあお姉さんの偏見で大きいのとちっちゃいの選んだんだな。あ、そうです。あ、私の方がビッグになるっていう可能性があるよ。何なのよ。大丈夫です、あ、平等ですのでね。はい。あ、そうだな、これ運だからね。そうね、実力も関係あるけどね。はい、よし、頼んだわよ。ではお姉さんがせーのって言ったら、トリオザ三回人チームから投げてください。そしてその次にせーのって言ったら、このハザ48が投げてくださいね。ちょっと詰まったわね。すいません。順番だな。順番に投げていきたいと思います。よし。じゃあみゆちゃん、せーのって言ったらコロコロよ。分かった、ね、ではサイコロ対決第1回戦、せーの、出たわ。ちょっと待って、私気づいちゃったんだけどさ、ありがとう。大きい方が転がらないんじゃないかしら。これそうかもしれない。小さい方が不利よ。どうする、大きいのに変えるか。大きいのに変えましょうか。そうよ、そうよ、どうする。かわいそうだな。いいね、あんた考えなさいよ。ありがとうございます。できる子たちなんだから、ここはフェアに行かないとな。そうね、そうですね。はい、じゃあ次はセンディ君から。では、せーの、4ね。惜しいな。頑張ったわ。でもよく頑張ったよ。この花48は4でした。みゆちゃん、ありがとう。ありがとう。ではまずは青葉のチームが1点だな。そうね、青葉チーム1ポイントよ。まあここからよ。そうだな、ここからだな。ここからよ。では第2回戦行いたいと思います。じゃあゆうちゃん、あ、みゆちゃん頑張って大きい目指すのよ。頑張ってね。ではいくよ。これはなかなか難しい数字だぞ。これはいけるんじゃない。いやゆうちゃんが投げたのはこの大きいサイコロ2です。いけるよ、いけるいける。ちょっと、はい、チャンスよ。そうよ、できる人間ね。チャンスチャンス。さあ、じゃあ次のお友達、大きい方でいいかな。チャンスだよ。ちょっと月乃、なんか小さい目が出るように細工してきなさいよ。位置が出るようにしてください。危ない。ちょっとこっち潰してな。危ない。そうね、あんたが他の子を持ちなさい。こっちがいいんじゃないか。あれ、ダメよ。ちょっと、よくやったわ。怒ってるわよ。ほら、他の子持った女の子が。月乃は、あんたやられるわ。泣かれる前に返してやれ。やられるわ、うん、ごめんね、いたずらしちゃって。そう、あんまりいたずらすると私が泣くから。あれ、 6? 違うよ、これから舞ちゃんに振ってもらうでしょ。もういい。おい、ちょっとグダグダしてきたぞ。よろしくね。グダグダしてるぞ。お姉さん、ちゃんとしてみなさいよ。お待たせしました。では、せー
ーの、はい、5! やったー、すごいねー、大福だねー、この花のピンクの勝利、これいい勝負だな。でもゆうちゃんも頑張ってくれたわ、ありがとね。見込んだ甲斐があったわ。よし、じゃあ今ちょうど引き分けだから最後は大将戦にしよう。大将戦って何？コノハと青葉で対決をしよう。あ、そういうこと。あの私の数で決まってんじゃない。サイコロ対決でもいいし、どっちが歌がうまいか対決でもいいし、お客さんに決めてもらおうか。それはいらないや、サイコロ対決で勝負よ。はい、じゃあお客さん、ね、歌対決がいい人手挙げて、はい、なんで手挙げるのよ。大福が一回下ろして、じゃあ次行くぞ。ダメよ、サイコロ対決でいい人手を挙げて、はい、あ、全然少ないな。よし、じゃあ歌対決だな。できる、できる。本当に言ってるの？本当に言ってるんだ。本当に？そうだ、今日なカラオケ持ってきてるんだ。は？なんでそんな用意周到なのよ。何のカラオケ？何でもいいってこと？まあ、アカペラでもいいんだ。カンタ、ごめん。アカペラでもいいんだが、ここは愛しのエビフライを歌ってお客さんにどっちがうまかったか拍手の大きさで決めてもらおう。ちょっと待って、私最近イベント出てなかったから本当に歌詞忘れちゃったわ。まあそこもな、どうすればいいの。そこも実力のうちだからな、今のうちに力で歌詞を思い出すんだな。私歌対決なら丸引きしないわ。じゃあどっちからいく。ムカつく女で、あ、いた。ちょっとそうね、あんたから歌って私はその間に歌詞を覚えるわ。あんたも歌よく聞いてなさい。聞いてるわ。よし、じゃあ準備ができたみたいだから青葉から行くんだな。そうよ、青葉から歌うわ。よし、じゃあミュージックスタートの掛け声はお任せします。分かったわ。じゃあちょっと会場のみんなの力も借りていいかしら。私がミュージックって言ったらスタートって言ってくれない？あんたそういうのやるのね。行くわよ、ミュージックスタート。ありがとう。スタートか。みんな青葉は好き？嫌い。うるさいよね。全然反応ないよ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。あ、ここ歌ないわね。皆さんも拍手お願いします。あんた踊れないんでしょ。踊れるわよ。あなたを追っかけて、趣味でも趣味でも僕の手がお住み聞いたけれど、趣味でも趣味でもあなたどこにもいないから、もう諦めて帰ろう。なんだかお腹も減りた、嫌なことはケロッと忘れ、してみそかつ見た目こってり、味濃いけど超病みつき、お腹ポンポン笑えてくるね、夢を叶えるタンクはまた、ああ愛しのエビフライ。はい、終了。この間のイベントでもコノハさんより歌が上手って大評判だったのよ。誰が？なるほどな、なかなかうまかったな。誰がよ。ツイッター？ツイッター？いやいや、豊橋でのイベントよ。コノハ汗かいてきた、本当にやばいんじゃない？やれるか。うん。よし、グランスピアのテーマでもいいぞ。いや、もっとわかんない。エビフライ。グランスピアの番組出てるのに歌わかんないってどういうことだ。オープニングは早送りよ。そうか、本編だけにしか興味ないんだな。そうだよ。よし、じゃあグランスピアのテーマ歌ってもらおう。分かった。え、違う違う、エビフライよ、お願い。拍手が大きいみたいだからな。ダメよ。グランスピアのテーマにしようか。しかもあれ男の曲じゃない。あ、あれな、ううあのタイガが、タイガがっていうか俺なんだけど歌いやすいって評判らしいからな、グランスピアのテーマ。ちょっと私の声が低いってこと？ほんと失礼ね、毎回。まあいいわ、早くかけなさい。
あ、いいのか、じゃあこっちが勝手にミュージックスタートって言うから。それでエビフライかけてることかけてくれることを願ってるわよ。よし、じゃあ行くぞ。ミュージックスタート。スタート。残念でした。お前全部あと分かんない分かんない言ってたな。だから言ったじゃない。もうやだ、泣いちゃうからね。よし、まあいい、泣く前にお客さんから審査もらおうか。コノハ負けたら泣くからね。よし、じゃあ気にしなくていいわよ。よし、じゃあ行くぞ。じゃあまず青葉の愛しのエビフライがうまかったって人拍手。はいはいはい、拍手拍手。ダメダメ。よし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 、じゃあ拍手ストップ。ありがとう。よし、じゃあ次行くぞ。できる。コノハのグランスピアのテーマが良かったって言った拍手。おお、こんな大事なのに。これは嬉しいね。はい、ありがとう。もうこれは歴然とした差が生まれたようだ。実力を張るために私の方が上だったよ。これが人気の差っていうの。よし、じゃあお姉さん、わかりました。勝敗を決める前に、はい、ちょっと忘れかけていたけど、はい、私は協力をしてもらったお友達に素敵なプレゼントがあるよ。そう、はい、今ね、協力してくれたお友達にグランが、そう、後ろのあのグッズ販売のところからかっこいいグランスピアグッズを。そうよ。よし、じゃあコノハと青葉から渡してあげてくれ。分かったわ。はい、これは何シールかしら。ミニステッカーで、こんなのも売ってるのね。みんな後でぜひ見てみてちょうだい。グッズコーナーチェックだぞ。じゃあみゆちゃん見て。ちょいちょい新しいの出てるからな。みゆちゃんどうぞ。私もこれ実費で買わされるのね。 あなたたちから。みゆちゃん、はい、どうもありがとう。大事にしてタンスに貼ってね。じゃあ、はい、ありがとう。モンパくんとモンピちゃんからよ。ありがとう。お席に戻ってね。助けてくれてありがとう。どうもありがとう。ではお席に戻ろうかね。ありがとう。ありがとうね。暑いのに。ありがとう。どうもありがとう。お席に戻ったね。大丈夫ね。よしよし、早く勝敗を決めるわよ。さあ、じゃあみんなも結果発表に行こうか。お姉さん、結果の発表お願いします。はい、では今の勝負、実力の差が分かったでしょ。実力は私の方がはるかに上よ。どう考えても。もうただ人気がちょっと知名度が低かっただけよ私は。いや違う、実力の差よ。モンパちゃん、モンピちゃん、やっちゃいなさい。ちょっと待って。え、モンパくん、モンピーちゃんは日本モンキーパークが生んだ愛すべきキャラクターだぞ。そうよ。そんなことさせるわけにはいかない。いいじゃない、細かい男ね。細かくない、これはダメだ。はい、ということでお姉さん、そして青葉さん、はい、モンパくんとモンピーちゃんは安全なところへ。分かったわ。分かりました。もうこんな可愛いキャラクターに戦いなんてさせられるわけないだろ。もう月の油がダメダメ。これ以上いじめたら本当に泣くわよ。泣くのか。泣くわよ。分かってるでしょ、私を怒らせたらどうなるか。分かってるでしょ。まあそうだな。ここはおとなしくコノハの言うことに従った方が良さそうだな。そうよ。どっちにしても痛い目合いそうだよな。そうよ。それじゃあみんな、グランを生け捕りにするなよ。くそ、仕方ない。
それでお前の気が済むんだったら相手をしてやれ。来い。ふっ、ちゃんと受け取りに来たよ。もう頑張りなさいよ。さあどうした。あ、あんなところに雲がいるぞ。なに、雲だと。雲はダメなんだ。雲はダメ、ダメ、ダメ。グロン、じゃあ、そう離せ。やるじゃない。グロン、これで私と結婚できるわね。何のことだ。ちょっと待ちなさい。グロンは私のよ。ちょっと待って、お客さんに紛れて何の話してるんだ。私だってグランが好きなの。あんただけで渡せないのよ。うるさい、私のものよ。グランはうるさい。うるさいのはそっちよ。うるさい。おばさん、私の方が若いんだから。グランはグランが好きだぞ。おい、お前らいい加減にしろ。はい、やりかけてよ。グラン、うわ、そう、お前たち真面目にアクションしろ。マジで頑張ってよ。頑張って。よし、あんたたち、とどめだ。さあ、グラン、でもやっぱりコノハがいないと俺たちダメみたいだな。え、そうね、コノハさん、そのさっきは悪かったわ。私本当はコノハさんとショートコントができるのがすっごく嬉しくて、ついつい邪魔しちゃって。でも私本当はコノハさんのこと大好きなの。いじりがいがあるから。え、何よ急に意味わかんないこと言って。意味わかんなくないわよ。いじりがいがある、何よ。おー恥ずかしい。コノハ、何よ、あれどこ行った。あ、いた。何よ。いいのか、そんなのぐじぐじ言ってて。俺たちもさっきは調子に乗って悪かった。本当はコノハがいなきゃ俺たちまとまらないからな。そうだね、さっきは嫌な思いさせてごめんね。え、何よ何よ、そんなこと言われたら私だってごめんね。ごめん。もうみんな握手して仲直りしましょう。しましょうじゃない、しましょう。しましょう。握手して仲直りしましょう。しましょう。握手しましょう。その握手をして仲直りっていうのは俺のセリフだったんだ。あ、そうだっけ。いいのよいいのよ、みんなありがとうね。ありがとう。ありがとう。やっぱりあなたたちよ仲間は。これで仲直りだな。会場のみんな、こいつらのこと許してくれるか。許して。本当にありがとう。ありがとう。いや、やっぱり握手っていいな。そうね。はい、では今からグランたちみたいに仲良くなれる握手会をみんなでしたいと思います。すごいタイミングで入ってきたね、お前さん。私守ったわ、それは。ぐぐい食い込んじゃいました。食い込んじゃいました。今だと思って。はい、みんなもきっとグランたちと仲良くなりたいと思ってると思うので、握手会の準備をしていきましょう。ただその前にグランたちはとは一度お別れです。なのでみんなでバイバイとお別れを言いましょう。いくよ、せーの、バイバイ。ありがとうよ。また来るからね。待ってるよ。握手会の時に会いましょうね。ありがとう。握手会の準備して待ってるね。グランピアもありがとう。また後でね。では皆さん、握手会あと座っていたところに忘れ物がないかなだけご自分でご確認ください。よろしくお願いします。そして今回
立ち止まっての写真撮影はご遠慮いただいております。